校12ぐらいに来て、なんかあの5位ぐらいのところで食い込んできたら、もうびっくり仰天だよね。すごいことになるそうだこれ。この試合始まる前の時点で、ベスト4、ファイターズで決めているという状況でしたが、現地の時はちょっと15位ぐらいにいたからね。そうですね。
ている真ん中のももの裏ですね。右のももの裏側ですね。直接当たりました。今日抑えた初めてのデッドボール。フォアボールも一つに抑えていた藤井ですが、二つ目の失球デッドボール。ちょっと今痛みとのスプレーを仕掛けてもらっている真ん中です。第2打席ではスキーからヒットも放っていた松中、昨日当たりでしたがホームランも放っていましたが、今日の第3打席デッドボール。これでリズムをね、乱さなければいいんですけど、藤井がまあ、何でもしかしでしたね、もう、こっちやったのは松中ですからね、もう仕方ないと、弱いバッターならね、あ、なるほど。